好啦，依家要翻归啊！嘛都预咗噶啦，迟早嘅事嚟嘅，俾人发现咯。个鬼点啊？哦，佢依家仲可以去其他地方添，又系净系个南洋之都唔去得啊，其他嗰啲基本上都可以去晒。嗯，应该就冇啦。唉，我哋直接翻归啦。頼むデフよ、一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいデフ。密偵はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ、わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはおじさんだな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいデフ。メルキオル様の術には逆らえなかったんデフ。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらもの。まずいところを見つかってしもうた。わしが清涼の密偵とバーレーターか。違うんでふ、悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげるわ。そんなボロボロのざまでまだ吠えるか。まったくムカつくやつじゃて。あなたたち、禁術を仕込まれてる？メルキオルの仕業ね。待て！狙いは私でしょ！出たな、最下の研修。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。もの、いや、今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。カムイよ、想定のうちよ。
つか！愚問よ、これは命の喰らい合いだ。依家搞到连啲普通雀仔啊，普通嗰啲乜大众链都要神之化，搞到唔值钱啊！明明 DLC 嗰阵时啊，史雷都净系佢导师一个先可以用神之化嘅，即系我睇动画嗰阵时，只 game 我就未玩啊。跟住同埋佢依家两个姿态都好似嗰阵时啊，史雷嗰个啊，呢个就系佢同佢嗰个基友啊，个米克利欧神之化嗰阵时嗰、那个姿态啊，呢、這个就同嗰、那个。艾多娜系啦，艾多娜神之化个姿态，啊好似啊呢两个。殺さなきゃ。自滅したな。わしの予想通りじゃったの。星稜は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだ。あんたたちはバンエルティア号、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。一人で無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。昔ラフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を胸を刺されてなかったな。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。行くわよ。敵を押し返しながらクーマたちを探す。搞到嗰啲圣鸟好似恐怖分子组织咁啊！依家用埋晒啲咁嘅自杀式嘅行为啊，自杀式嘅攻击，神之化。好啦，啊，同埋估唔到个卧底居然系嗰只嘢啊，嗰只不安法，玩到依家都完全冇留意到佢有啲咩可疑，原来喺度揸傻扮懵啊！顶佢！一直都要揸傻扮懵，真系同佢个名字一样啊！勇气啊，叫勇气系真系冇错啊！咁大胆做卧底喺度，做埋晒掩仔。哦，喺地下。啊！又要冲去地下室啦！畜生，
清涼の奴ら、やっと味たらしくなってきたのによ。悔しいけど、俺たちの力じゃタイマシには勝てねえ。今やるべきは、こっちの港を死守することだ。ああ、やってやるぜ。副長たちの背中は、俺たちが守ります。こっちは心配せず、タイマシどもを存分にぶっ飛ばしてきてください。頼むぞ、こっちは任せておけ。真系讽刺啊！一个本身系应该系保护人命嘅组织啊，依家居然用埋晒啲咁样嘅法术，用埋晒啲啊草菅人命嘅法术。こんな時ですが、皆さんにお話があります。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんです。あなたが。清涼に情報を流していたのですか。そうです。ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中、怪しい奴は怪しい奴のそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。ちっ、やってくれたな。許してくださいです。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。イエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実です。決死長にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも清涼は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ。それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ。もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ？エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさい、エレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。私たちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるならそれは断りにかなっている。でもあれほど危険なものをしかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな。ベルベット、何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。真陰公啊，变晒做白老鼠啊！即系嗰班人啊，嗰班对魔士啊。本来就谂住牺牲自己条命可以救到人啊，点知原来系做晒白老鼠啊！唔知道佢哋知道咗真相之后会点啊？精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがって、ヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。啊，你又翻嚟啊？点解呢个时间点？风头火势，你都翻嚟做生意啊？
真服过你啊。表の港には奴らの主力がいるはずだ。乗り込むのは自殺行為だぞ。惊咩大叔？我哋依家级数唔够胆啊！你觉得？前面我哋都搞掂咗嗰个德雷莎同奥斯卡啦，嗰两只大啊，嗰两只大咪又系嗰啲主力嘅战斗人士啊！一个啊细魔化融合啊，一个神医化，咪系照打。惊咩？今の敵には式神も怒ってたね。お、式神の心が読めるのかな。あ、うん、なんとなく。大した力だな、カムイは。命を懸けてるだけのことはある。死んでいく、みんな道具みたい。之前都冇装过嚟用啊，依家发现其实都几得意啊件衫，全部啊，全部都系洛尔文，唔识战队咁样好似。無事のようね。面目ない。逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。もうひどいことはさせませんよ。メディサが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って、王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。ロクロ、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセーランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセーランか。使わせてもらうぜ、黒金。お、嗰把神器啊，金光铁精啦。ついに完成したんだね、オリハルコンのセーラン。おう。この世で一番硬い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセーランの一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか、最高の結果となるか、神の溝知るといったところじゃの。神なんて関係ない。切るか切られるか、決めるのはこの腕だ。捕まってなかったわね、王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに。ああ、大魔師たちが話しているのを聞いた。アルトリウス、特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってるわよ。裏の港から脱出する。ついてきて。気をつけん、王子殿。グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。分かった。お、我仲有只甲种挂喺度，原来。好在有点调查啫，如果唔系啊，打漏咗啦，咁废。啊，讲咩？魔王后啊！もうダメかと思った。三叉枪魔炎症啊！随机技能变三个，哦，正嘢正嘢。アルトリウスもカムイを使うのかな。わからん。星稜のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが、
自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、大魔師の能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイできるものなんでしょうか。いくらあの方でも。あいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く、それが同志アルトリウスよ。エルベット。けど関係ない。神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。やばいよ副長、敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。よかったね、みんな助けられた。逃がさんぞ最下の剣手。レウィック、私に構わずバンエルティア号を出しなさい。バカ言うな。あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く。さもないと狙撃される。出航しろ。こっちは何とかする。了解。みんな死ぬなよ。無茶言いやる。死ぬんじゃない、殺すな。タッ。これからどうするの。表の港へ行く。聖領の船を奪うんだな。そこには聖領が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。私を利用してくれ王子。安心してくれ、グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。目的は表の港から脱出することだ。忘れるなよ。了解。戦艦その位置で。大丈夫なのかな。人質作戦がではないの。うん、それもだけどエルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手追いの獣のように余裕をなくしておる。果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか
今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。追っては振り切れたようだな。ヴァンエルディア号なら当然さ。まさかそんな、なんてこと。船を戻して。はあ、無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実ならカノヌシはもう。誰もいない。閉めた。このまま港へ抜けるぞ。逃げるのか。アルトリウス様だけじゃなく、しぐれ。ダメだよ。そうだ、ここは彼らと交渉して逃走を。殿下はお下がりを。その者の目的は私を殺すことなのです。その通りよ。引くぞ、これは罠だ。離して、なおさら助けなきゃ。そうはいかん、俺にとってもお前は切り札だ。僕は物じゃない。邪魔するならアイゼンだって倒していく。カムイじゃ私を止められないわよ。問題ない、切り札は別にある。その太刀、オリハルコンか。すげえじゃねえか、初めて見た。おう、最高の太刀だ。素材はそうだな。だがよ、なんだ、さらに死ぬ。やぼ言うな、今日が乗ってきたとこだ。巻き込まれればお前でもただではすまんぞ。ベルベットの相手はカノヌシがする。久しぶりだね、お姉ちゃん。ベルベットの弟。こう来たか。そう、僕はライフセット・クラウン、そして沈めの聖主カノヌシ。嘘、なんでカノヌシが。やるなら覚悟を決めろ、こいつは敵だ。分かってる。こんなの前と同じ幻覚よ。全部食らってやる。全員防御。お姉ちゃん、そうやって今まで無理してきたんだね。黙れ、ラフィーの声で喋るな。ちょっとか、これ大大빈도감이라고놀렸네얘가자그럼공연오자이외가음지빈걸로이상어야이거쇼로원래이래야그지러이지러이에도지나뭐빈도감아와카아이거이거应该迷倒不少女玩家认真真的もういいんだよ、苦しみも痛みも僕が終わらせるから。
この力、本物の聖主なのか。そう、この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前にすでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得ればカノヌシは完全覚醒する。血脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ。邪魔しないでよ、弱いくせに。痛い。全部幻だ。痛いよ、お姉ちゃん。うるさい！黙れ！お姉ちゃんは僕を殺すの？消えろ！消えろ！消えろ！僕はずっと苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて、やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。そんなはずない。生きてほしかった。そばにいてほしかった。なのにあんなことになって、敵を討たなきゃって。あんたのために私は食らって殺して。よかった。ごめんごめんね、ラビー。言いたかったよね。フィー、コロコロ傷を直して。でも、そいつはライフセットよ。私の弟だよ。でもね、僕は敵討ちなんて望んでないんだ。だって、そういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな醜い汚れをね。醜い汚れ。覚醒したカノヌシは全ての業を沈め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を喰らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが。それをやるってことだろう。精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか。大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。
ゴーマのいない優しい世界を作る。それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ。お姉ちゃんを食べればね。これは！いかん！食われるぞ！待ってよ。私はずっとあんたのためにって。なのに、こうなるって。ありがとう。だからこそ、ちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。アフィー、ベルベット、やめ！邪魔が入ったな。けど体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。何が起こったんでふか。死脈に食われたんじゃよ。前にも同じことがあったでふよね。前とは違う。どうやら覚醒した金主は大地を器にしておる。今や血脈はあやつの体そのもの。わしは血脈の裂け目をとっさに感じたおかげで逃げられただけじゃ。じゃあベルベットたちは。賭けはわしの勝ち。そういうことかの。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。血脈のほころびを閉じねばならん。ビエンフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが逃げたら100台呪うぞ。ビーン！了解でこー。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。壊れたものは壊せまい。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けでな。だが今度は容赦せん。心が砂とカスまで完全にすりつぶす。気がつきましたね。どうやら血脈に取り込まれたようです。エレノアは大丈夫？みんなは？私は。でも。殺す。殺す。何？殺したのに。あの子が、あの子のために、あの憎い、
さなきゃ。死ね。死ね。ずっとあんななんです。起きたのね。行くわよ。ここを出て奴らを殺す。でも、カノノシはベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物、罠よ。本物だったらどうだっていうの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの。なぜ、どうして。私がどれだけ殺したか散々見たあんたが。ごめんなさい、ベルベット。起きて、ラフィー。朝だよ。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっと、カノノシ！違うようです。今日はおとなしく寝てください。これは、過去の幻。ちょうど新しい薬が届く。当たり前でしょ！慣れたものよ！さあ、ここから出るわよ！あんたの力で！けど、早く！アイゼンたちを探さないと！早くって言ってるの！いい加減にしなさい！いい加減にするのはあいつらだ！だってそうでしょう！殺してやる。絶対に！落ち着いてください！落ち着いて出口を探すわ。それでいいんでしょう。还好嘛你？头先嗰个姐夫啊，嗰个导师啊，阿姐夫啊，佢嗰个理念同以前《命运传说二》都有少少相似啊，创造一个完全冇巫族嘅世界，跟住就唔怕有孽魔出现，但巫族就系啲人嘅嗰啲负面情绪产生出嚟啊嘛，即系如果要冇巫族嘅话就。即是要将人的意志封印住，没晒那些多余的情绪出来这样。即以前《命运传说二》是咁上下的，那时候最尾大佬呢是个神来的。即《命运传说二》就是主要是讲一个神派了两位圣女，跟着走去找方法来创造一个幸福的世界。跟住一位圣女就是我哋嘅女主角，《命运传说二》入面嘅女主角。跟另一位圣女就是可以话系成个游戏嘅一个大 boss 咁滞噶啦都。跟住佢嗰个方法就系咧，又系同呢度咁上下。佢嗰套理念其实好似啊，创造一个冇痛苦嘅世界，完全冇痛苦。即系譬如好似生仔咁。正常人生仔去医院，跟住又要做手术，咁攞个仔出嚟。佢唔系，佢直接用神力，跟住将个仔直接向个肚嗰度瞬间移动咁样转移出嚟，跟住就生完啦。完全系冇痛苦嘅一个方法，系啦。即表面上睇上去好似 OK 系嘛，好似几正咁样系嘛。但系你嘅所有嘢都会俾嗰、那个即嗰个圣女佢嗰个教团安排晒，管理好晒。即系譬如可能你一生出嚟就注定你之后要做啲咩工作噶啦，跟住食物嗰啲啊唔使你担心，佢会安排晒你食啲咩咁样，乜嘢都帮你搞掂晒噶啦，完全唔使担心，
基本上你是没烦恼那么滞的，即基本上你是直情是想嘢都不用想，直情是不用思考添，不只是没烦恼，因为你的所有需求他都会帮你搞定晒。这个就是所谓的一个幸福的世界。至于是不是真的幸福，那就两睇啦。这些东西只不过是比较极端咯，系咯，比较极端咯。睇埋呢段剧情先啦。大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でもベルベットはもう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですが、いつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも、僕が逃げ出したら、ベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だから、せめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど、今の僕は、ベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は、誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私も、そうだった。エレノア。今はベルベットから目を離さないようにして、三人で六郎たちを探しましょう。でも、忘れないでくださいね。あなたのそばには、私がいます。もちろんだよ。ありがとう。不如你唱首歌俾佢听下。开解下嗰啲，等佢唔好咁，唱首歌安慰一下佢啊，等佢啲精神唔好咁紧张啊，唱首歌跳只舞，可能会更加严重，喺呢度补个全先啊。